はい、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、先日の動画を見ていただいた方には伝わってる、分かってるとは思うんですけれども、アロハをまた購入いたしまして、そちらを今日紹介できればなと思っております。はい、早速こちらをお見せしたいんですけれども、まあ例のごとくですね、例のごとく中入ってなくてですね、というのは買った時、こっちですね、はい、こっちですね、はい、買った時サイズ結構 L ででかめで買って、結構水洗いを自分はしちゃうので、水洗いをして、洗濯したやつがこっちですね、はい、クッキングでいう一晩寝かしたやつがこちらですね、出てくるやつですね、はい、もう水洗いが終わってます。はい、で L で、多分縮んで M よりやや大きいかなぐらいで多分止まってると思います。理想はまあ M ぐらいまで縮むのがいいんですけど、多分でもこっからもっともっともっとこう来てどんどん洗濯繰り返していくと、多分ね M ぐらいまでいくんじゃないかなとは思うんですけど、実際俺が持ってる M サイズがもう結構 S ぐらいまでいっちゃってるやつが結構あるんで、 S より縮んでるのか、 S より縮んでるやつが昔買ったのかも結構あるので、はい、という感じですね。で今日はですね、こちらのあれですね、トルネードタイガーというアロハ紹介します。まあちょっと多分この前にアップしてるので、その購入した時の動画が出てると思うんですけど、ちょっと赤と緑で迷って、一応赤いきました。はい、まあやっぱデニムにすごく映えるので、ちょっと緑のアロハを持ってなかったので緑もすごく悩んだし、そのジャンキースタイルさん自体にやっぱグリーンが飾ってあるとやっぱ目をすごい引くんで、ヴィンテージのやつ見ちゃうとちょっとグリーンもいいなと思ったんですけど、まあちょっとどうしようかなというところで、まあ今季結構アロハ買ったので、まあちょっとここは一色でいいかなと思います。はい、もう一個ねちょっとまだ買ってないんですけど、ちょっと狙ってるアロハがもう一個あるので、そっちも買っちゃうとちょっと結構厳しいかなっていうところで、はいですね、柄的にはですねこんな感じですね、はい、なんて言ったっけな、ストライプじゃなくて、ここにこうボーダーだ、ボーダー、いわゆるボーダーっていう柄ですね。デザイン自体は竜と虎なんですけど、こうデザイン的にここの余白、ここ余白があって、ここにボーダーみたいにこうピュッピュッとデザインされてるんで、一応ボーダー柄ってことですね。はい、あと思ったんですけど、トルネードタイガーつってますけど、これ竜もめっちゃいるのに、なんかすげえタイガーだけフューチャーされてて、なんかちょっと竜かわいそうっつって、なんかトルネードサンダードラゴンとかならトルネードサンダードラゴンにしちゃうと、でもクソなんかダサい感じになっちゃいますね。一気になんか中二っぽい感じになっちゃうんで、確かにやめた方が良かったですね。トルネードタイガーがやっぱ一番収まりがいいのかもな。トルネードタイガードラゴンはちょっとやばいな、確かに。はい、で、なんだっけな、ですね、そう、ちょっともうすでに試着したやつはあったんですけど、一応ちょっとこいつも着てみますね。縮んだ感じ、L で買っても結局まあこのくらいにはなるよみたいな感じですね。はい、そうですね。もちろんこれ俺が水洗いしてるんで、で乾燥機はかけてないです。乾燥機基本かけないので、水洗いだけして、干してますね。はい、今度は改めて別の動画でちゃんと説明しようかなと思ってるんですけど、アロハはの水洗いは基本的にはもちろんメーカーさん的には NG 出してるので、
推奨は全くされてないんです。なんで水荒れされる方も完全に自己責任でやってくださいって感じです。なので自己責任で、まあ、水洗いをしてるっていう感じでですね。なんで、まあ、これ見て真似される方ももちろん自己責任で、すごい縮んだり破れたり、色が落ちたりとかはもしあったとしても、まあ、メーカー側的には一切責任は取れませんよっていうことなので、そこだけは了承しておいてもらってっていう感じですね、はい。で、その上で個人的にその水洗いする場合のおすすめなんですけど、個人的にはですね、いつも、脱水はかけないんですよ。もう洗濯槽にその水がもうびしゃびしゃに溜まった状態のまんま、洗いだけしてすすぎだけして、終わりですね。でパカッと開けると、だから水満タンじゃないけど、普通に、まあ、水の中にアロハがポカポカしてるみたいなところで、で一応脱水のボタンを押して目の前で見張ってて、水バーって抜けて脱水が始まる瞬間にもう止めちゃいます。なので脱水は1秒もかけずに俺は止めちゃいます。で一応その水の中から水がもう全部なくなって、まあ、びしょびしょのアロハだけを取り出して、それともバケツとか容器に入れて、風呂場とか、ベランダとかに移動して、そのびっちょびちょのまんま干します。そうすると何がいいって、まあ個人的にです、あくまで個人的には、びちょびちょのまま干すことで、そのまあ乾燥機か、あ乾燥機じゃない、脱水かけちゃうとやっぱシワシワになっちゃうんで、出した時にやっぱこうシワがすごくついちゃうので脱水はしないと。そうするとまあ水から出した状態だと結構のぺっとした状態なので、まあそのシワは、まあもちろんアイロンかけてるわけじゃないんでシワありますけど、まあ結構比較的まっすぐなので、そのまま、まあ綺麗に干して、でパンパンってやると、水濡れてる時って生地弱いので、ブチッていく可能性があるので、パンパンもしないです。もう本当に優しくかけて、ボタンをちょっと止めて、ハンガーで、吊るして止めて、ちょっとシワはもう本当こう優しく伸ばしてあげる、優しくこう優しく伸ばして、こうパンパンやりながら伸ばして、あとは本当普通に、日陰でも日向でも関係なく普通にまあ干すと、まあ、日焼けさせたければ、ね、ヴィンテージっぽくなるんで、そのまま日向で、日中干してもいいし、あんまりこう色焼けとかさせたくなければ陰干しとか、夜とかに干しとけば別にいいかなって感じですね。で、あらはやっぱこれ生地がすごい、なんつったの、薄いし、速乾性が結構ある生地、レヨンなので、なんだ、サキレタとかちょっと当てとくと、もうほんと結構すぐかけ、もう数時間ぐらいでね結構乾きますね。最初はでもボッとボッと落ちるんで、部屋干しは無理だと思います。お風呂場とかにそういうかけれるところがあるとか、もしくはベランダに、物干しがある人はそこにかけてって感じですね。もうびっちょびちょ落ちるんで最初は、でも30分ぐらい経てばもう大体水が落ちきってって感じですね。あとはもう乾く感じですね。もうほんと晴れてる日なんて本当に 1,2 時間で乾いちゃうんじゃないかっていうぐらい、あっという間に乾きますね。アロハ家だとしてもサーキュレーターやってれば本当 2,3 時間、2,3,4 時間ぐらいあればもう乾いちゃうかなっていう感じですね。まあ当て方にもよりますけど、本当結構あっという間に乾きます、アロハは。なのですごくでいいです。でこれ洗ってますけど全然シワそんなないじゃないですか。もちろんアイロンもかけてないし、これは今言ったやり方で干してますね。洗って干してますね。水びちょびちょのまま干して優しく伸ばしてあげて、自然乾燥してこんな感じですね、はい。ただやっぱりそのなんだろうな、こういうところのそのシワが寄る感じは新品から考えるとやっぱ結構あるんですよね。このステッチの部分にちょっと当たりが出ちゃうというか、なんつったらいいんだろうな、ちょっとシワがこう多分入る、ここら辺はもう絶対に水洗いしたらなるんで、本当に好きな人とかアロハを大事に着たい人とか、あともうヴィンテージアロハを持ってる人はもう絶対本当に推奨通り、ドライクリーニングした方が絶対いいとは思いますね、はい。個人的にはもう結構ヴィンテージじゃなければもうガン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 着倒して着倒して着ていきたいタイプだしなので、もう全然気にせず俺は水洗いしちゃいますけどね、はい。もしアロハ水洗いされるっていう方は、まああくまで今の話参考までに、でまあ参考にした上で自己責任で、あくまで自己責任でやってください、はい。でね、もし自分が言ったやつよりもっと効率も良くとか、もっとこうダメージが少なくとか、もっとすごくいい洗濯方法があれば、もうそれで我流でね、ぜひぜひやってもらえればなと思います、はい。でこちらですね、
トルネードタイガーでさっき、言いましたけど、今期のまた2020年のサンサーフさんの、新しいカラーになります。でこれ結構ジャンキーさん、ジャンキーサルさんも結構やっぱ推していて、今期の一番の目玉ゴーギャンですけど、普通にまあトルネードタイガーも次におすすめですよ、次ぐらいにおすすめですよって言っていて、最初ねトルネードタイガーがあんまりこう行く予定はなかったんですけど、ちょっと言ってもやっぱり気乗りにくいかなと思ってたんで、ちょっとまあいっかな、これはあと100トラもあるしなと思ってたんですけど、意外や意外、本当にこのねなんかボーダーの感じがすごい着やすくって、トラと竜の割に全然そんないかつくない感じがして、あこれもやっぱいいなみたいな感じで、はい、結局行ってしまいました。あとあれですね、噂によるとこの100トラの作者不明らしいんですけど、聞くところによると、ただこの描かれてるタイガートラが、その100トラのタイガー、ヴィンテージのですね、どちらもヴィンテージ同士がすごく酷似してるらしいということなので、おそらく作者が同じじゃないかっていう話ですね、はい、100トラを描いた人とこのアルファを描いた、このタイガーを描いた人は多分同じじゃないかって、多分本当に構図というかこのローイングしてるこの虎の感じがね、確かにあっちの100トラにいる虎と同じような、本当に結構そっくりだったので、多分本当同じ作者なのかなみたいな感じですね、はい、すごい虎を描かしたらすごい人ですだったんだなと思います。ただ作者不明みたいですけどね。で一応今回2020年の、最新のやつなので、これもですね東洋さん の, カタログに、説明があるので、ちょっとそれを読もうかなと思います。はい、作品名がトルネードタイガーですね、はい、で年代が1950年代の中期ですね、50年半ばぐらいですか。で、素材が、レヨンですね、フィラメントレヨンっていうやつですね、はい、で、プリントがバッセンプリントですね。でデザインパターンがさっき言ったボーダーのパターンですね、はい、ざっくり説明すると、竜と虎が巧みに、配置された、完成度の高いボーダー柄、オリエンタルデザインでありながら、ちりめん素材ではなくフィラメントレヨンにバッセンで絵柄を、染め抜いた珍しい一枚。この虎は和柄アロハシャツの傑作100虎に描かれた虎と酷似しており、同じ職人が手掛けたものと思われる、言っちゃったので、1939年に創業した、サーフライダーススポーツウェア社は、カラカウアアベニューに、店舗を構え、1階で小売販売やオーダーの受注を取り、2階でシャツを生産していた。オーナーのティーハウホウは日本で生地を買い付け、仕立てたシャツやドレスを自社の店舗でのみ販売、卸は、陸海軍の PX に限定していた。で52年からは、メールオーダーによる通信販売を開始し、独自のカタログを年間1万部以上配布して、オリジナリティあふれるハワイアンウェアを紹介していたということです。はい、そう、この普通この100トラもそうですけど、この和柄って基本的には結構ちりめんなんですよね。で洋柄というか普通のそのいわゆるアロハっぽい感じの花、ハイビスカスだったり、なんだろうな、そういう系のアロハフラダンスとかのやつは基本的にこのフィラメントレヨンとか、まあ、レヨン系なんですよね。こうペラペラしてペラペラというか、なんつうの、肌触りのいい感じのなんですけど、これは和柄なのに、そのレヨンの方、フィラメントレヨンの方っていうので結構珍しいというふうに言われてるみたいですね。確かに、はい、でちなみに自分の話で言うと、やっぱりアロハって言ったらこっちでしょみたいな感じで、このなんていうんですか、ペラペラした方というか、こうテロテロした方、そうテロテロですね、テロテロした方がやっぱりいわゆるアロハっぽいんで、好きだったし、和柄てって思ったんですよ。和柄、ハワイアンシャツなのになんでわざわざ和柄みたいな感じで、もうすごくその和柄と、しかもあのちりめん素材にすごい否定的だったんですよ最初。アロハ買うならやっぱアロハっぽい、ハワイっぽい柄で
このやっぱテロテロした素材でしょうと思ってて、でもね、買う時にジャンキーさんでそういう話をしてたら、いや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 、和柄は和柄でめちゃくちゃいいですよと、ちりめんもちりめんで全然いいですよって、まあ、いずれ分かりますよって言ってて、で最初にゴーギャンのあのね、あの赤青黒の3色のやつを買ってきてたら、急にちりめんの良さになんかある日突然気づいてあのお店でまたちょっとねちりめん見せたら、あれちりめんもいいなみたいな、あれ和柄もいいなみたいな、本当にね後からこう来て、恥ずかしながらね、もうだからもうなんか気づけてなかったんですよね。そういうこと結構ありますね。うわそれないわとか思ってても、自分が未熟でまだそこの域に到達してないっていう可能性がすごくありますね。だからね、やっぱりあんまり物を知らないときにあんまり何かこう否定するのは良くないですね。知りもしないくせにアロハの言葉だ全然分かってなかったのに、いやいやいや和柄はさとか、ちりめんは俺ちょっととか、ちょっと恥ずかしいですね。やっぱアロハを知っていくと和柄もめちゃくちゃいいし、ちりめんもめちゃくちゃいいですね、はい、なんて言ってたらバックプリントはなーなんて思ったんですけど、この間草薙君が YouTube のやつで、あ YouTube じゃないか、なんか画像であの黄色のバナナなんとかかな、バナナボートだっけな、かなんかの黄色いバックプリントを着てたんですけど、かっこよかったんですよね。やっぱああいうの見るとやっぱバックプリントもありだなみたいな結局のところやっぱアロハはもうほぼほぼ全部なんだかんだ全部かっこいいんだなみたいな感じがしましたね、はい。というわけでですね、今日はこちらのトルネードタイガーですね、はい、ちょバックもちょっと難しいな、もう狭くなりました。背面はこんな感じですね、はい、狭いしょこんな感じでですね、またアロハの方はですね、アロハの方でそれぞれまだね、自分もそのどういうコーデが本当にアロハに合うのかって、本当に結構アロハを最近好きになったので、こう分かりきってない部分がすごくあるんですよね。昔からよく着てるこうミリタリージャケットとか、なんだろうな、まあよく着てるようなレーザージャケットとか、ああいうのは大体もうこの色だったらこれとか、このサイズだったらこれっていうのは大体なんとなく分かるので、あくまで自分の趣味でですよ、自分の好きなコーデはもう分かってるんで大体すぐ、ピンとくるんですけど、アロハに関してはまだ本当ハマったばっかりなので、こうどういう色とどういうパンツが合うのかとか、どういう太さでどういうシルエットで着た方が似合うのかとか、もしくはハットとか、メガネした方がいいのかとか、アクセサリーはどこら辺までつけたらいいのかっていうのはすごく未知なので、これからねどんどんなんかもうちょっとその実験も込みでちょっとコーデをね、またアロハずつやっていこうかなとは思ってます。それでアロハもしハマる方がいたらぜひぜひ参考にしてもらって、はい、言ってもやっぱりちょっと難しいアイテムじゃないですか、アルファなんで。これにこう、ボンタンみたいなの合わせちゃったりとか、ボンタンってでもまあなんかね、ちょっとやっぱ変な合わせ方したり変なサイズで着ちゃうと、ちょっとやっぱヤンキーっぽくなっちゃってとか、まあ別にヤンキーっぽいのが好きな人はそれでもちろんいいんですけど、もっとヤンキーっぽいというよりかやっぱ古着っぽいとか、ちょっとおしゃれっぽく着たいってなったら、ちょっとやっぱり考えなきゃいけないんで、そこはねちょっと自分も考えながらちょっとコーデをいくつかやってみたいなとは思っているので、またそれ別の動画の機会でですね、紹介していこうかなと思っております、はい。というわけで今日はですね、こちらのサンサフさんの2020年に、結構出たばかりのこちらの、トルネードタイガーの、紹介になります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価ボタンよろしくお願いします。またね。